せーの、せーで、こんにちは。私たちラビンズです。姉です。妹です。みらゆです。はい、本日は、はい、今日は7月5日ということでラビンズのお誕生日です。ハッピーバースデー。の誕生日ということで、はい、夜は配信があります、はい、生配信パーティーに向けて、はい、これから会場作りをしたいと思います、はい、お部屋の飾り付けをしたいと思います。それでは動画スタート。パンパカパーン。でねー。はい、キラキラカーテン、結構最近パーティーではもう欠かせない感じに。なんか風船いろんな種類も作ってる。何頼んだか忘れちゃった。これはバルーン。ねねねねね。てーん。ナナでした。はい。こういうキラキラね貼るんですよって。それからやっていこう。じゃあ。あれだったな。長っ。粘着力あるのか。ピッて。あ、バラン。これがもしかしたらね、ザラザラだから足とかで踏むとさ足とかで踏むとさ今外します。なんかキャンディーなんだけどマシュマロ、なんか一瞬でなくなる。うんうん、よし、じゃあもらったお菓子でーす。パンパカパーン。はい、おいし1212。はい、では今からプリント配ります。テーブルきれいですか？机の上きれいにして。はい、これから配信の中身で、はい、ラビンズプロフィールをアップデートしようという企画のコーナーみたいなところがあるんですけど、それでこちらじゃじゃん、プロフィールじゃん、お今から記入していきます。企画に使うプロフィールを今から記入していきたいと思います。はい、どんどん書いていっちゃうよ私。うん、思いついてんのもう全部。わかんない、思いついてるところは書いちゃう。あれ、ニックネーム書くね下に。チャームポイントなんだろう好きな言葉なんだろうどうしよう。趣味？待って、全部わかんないかも。パンパカパーン。
ないな、じゃあ見てないよ、見てないよ。なになに、で推しポイントってことは、うん、お姉ちゃん的目線じゃなくてあれだよね、みんなへ向けてってことでしょ。うん、別に何でもいいんだよ。あ、本当に、うん、似顔絵描いた？まだ似顔絵むずい、似顔絵から描いちゃおうかな。よし、OK。ちょっと調べ物。ちょっと調べ物。でかいんだね。いちごでかいんだよね。じゃあここね。できた。はい。じゃあ刺しましょう。ここね。どのくらいの高さかいってね。いちごはかぶる？はい。いいじゃん。かわいい。もういいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ということで、この後の配信の中で封して食べます。はい、食べたいと思います。じゃあピンクがお姉ちゃんで、いちごが赤で、なんかいい感じだね。ほんとだ、いい感じが立ちちゃった。可愛くできました。はい、はい、田辺市民です。パンパカパーン。はい、じゃあ最後の仕上げ、風船を膨らましましょう。はい、この7が膨らめばもうパーティー準備は完了です。はい、もうだってあと1時間切ってます。うん、入れちゃおう。じゃあ7はどうする、交互に封印しよう。何かご用ですか。シリが、いいえ、来ました。で、見てた。ではこれをお願いいたします。息を吹き込んでいただきます。結構じゃね、肺活量が。一息目。長生きでいきます。すごい。
然ダメだよ、無理だよ。いいよ全然。おお、怖い。いけたよ。来た。オッケー。ということで。おいいねいいね。せーのステップ。できました。これでパーティーの準備が完了です。はい。はい、ということで今日は7月5日ラビンの7周年のお誕生日 YouTube 配信に向けて、はい、準備をしたよっていう動画でした。はい、じゃあ、7周年のお誕生日 YouTube 配信の準備が、はい、できたということで配信楽しんできます。バイバーイ。